がついたらゲームの世界にいた中学生本田俊介。そこはすでに知り尽くした世界だった。相対する2つの種族の戦いを止めるべく奔走する狐の少年ナキ。果たして戦いを止めることはできるのか。俊介はナキと共にすでに結末の見えている物語をなぞり始める。人間と獣人、プロジェクト渦が送る2つの種族の戦いの物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。